ヤコブ・ポールセンは、デンマーク、南デンマーク地域出身の元サッカー選手、元デンマーク代表である、現役時代のポジションは MF。デビューした s b n f b で、飛躍的な成長を遂げ、公式戦134試合に出場して21得点を決めた。2006年にエールディビジの SC、ヘイレンヘーエンに移籍し、 2シーズンで63試合に出場して3得点したが、その他に多くのアシストを決めた。2008年8月に母国のオーフス GF に移籍し、そこでの活躍が認められて、デンマーク代表に初選出された。2009年2月のギリシャとの親善試合でデビューし、ダニエル・イエンセンの負傷などからチャンスをつかみ、モルテン・オールセン率いる代表の中心選手となった。 2010フィファワールドカップ欧州予選にはアルバニア戦で初出場し6節のアウェーでのスウェーデン戦には先発フル出場して勝利に貢献した最終戦まで5試合連続で先発出場し勝利して本大会出場を決めたホームでのスウェーデン戦では決勝点となる代表初得点を決めた2009年12月 デンマークスーペルリーガの年間最優秀選手に選ばれた。2010年1月にはセリエ A の SS ラチオからオファーがあり、クラブはこの申し出を受け入れたが、確実に FIFA フフワールドカップの登録メンバーに選出されるためにポールセン本人が移籍を拒否した。2010年5月 2010FIFA ワールドカップ本大会に出場するデンマーク代表メンバー23人に選ばれた。 本大会グループリーグ第2戦のカメルーン戦では試合終了間際に途中出場した。第3戦の日本戦では2点を先行された34分に MF マルティン・ヨルゲン戦と変わってピッチに入り59分には GK、川島栄二にセーブを強いるミドルシュートを放ったが1から3で敗れて決勝トーナメント進出はならなかった。2010フィーファワールドカップ後には プレミアリーグのウィガンアスレティック FC やブンデスリーガの 1FC ケルンが獲得に興味を示したが、2010年8月17日、FC ミディランドに移籍した。2012年6月23日、クラウディオ・ウォラニエリ監督率いるリーグ2の AS、モナコに移籍した。移籍金は約90万ポンドと報じられている。2014年1月、FC ミディランドに復帰した。 2019年9月2日、メルボルンビクトリーに移籍した。2019から20シーズン終了後、現役引退を表明した。ありがとうございます。